本日は桑田茂投手、中日ドラゴンズでございます。桑田投手のね、こちら1983年、プロ入り5年目。この年からですね、一軍ね、登板を果たしたわけでございますが、本日はこの桑田茂投手のね、中日時代のピッチング。そしてですね、やはりね、桑田投手といえば、1986年オフ世紀のトレード、4対1のやつですね、牛島和彦投手、上川誠司内野手、そしてですね、平沼貞治投手とともにですね、ロッテオリオンズへね、移籍することとなったわけでございます。一番右にね、映られているのが桑田投手ですね。お相手は2年連続三冠王のこちら、落合博満選手でございます。この時のトレードはですね、びっくりというよりもね、私にとってはね、かなりショックなね、出来事だったわけですね。私ね、ロッテの球団事務所にもね、電話したくらいですからね。そしてですね、本日はですね、桑田投手以外のね、3選手のね、様子、そしてね、桑田投手ご自身の足跡を振り返りながら、ドラゴンズ時代のピッチングを見ていきたいと思います。こちらは中日時代の牛島和彦投手のピッチングの様子。やはりね、ドラゴンズで抑えの切り札として活躍しておりましたからね、ロッテ移籍ということで、ね、当時ね、ロッテは抑え投手がですね、総勝夫投手が務めておりましたが、総投手先発志向だったわけでね、バシッとね、牛島が抑えにはまってくれればということでね、なかなかね、この牛島というのはね、いいんじゃないかなと、私その時思ったんですよね。こちら向かいます、上川選手ですね。まあね、どちらかといえばね、アベレージ型のバッターなんで、私は個人的にはね、右の強打者のね、大島とかね、宇野の方が良かったんじゃないかなってね、当時思ってたんですよ。そしてこちらですね、対戦しておりますのは、西武ライオンズ、杉本投手。杉本投手もですね、田尾選手とのね、トレードということがありましたからね、それも面白いですよね。3人目はこちら平沼貞治投手。こちらのねピッチングを見ておりますとね、なかなかねいいストレートをね投げてるんですよね。そしてですね、平沼投手といえばですね、例のね清原とのね一件がね結構話題でね、そちらの方が有名ではありますがね、トレードの時点でね、年齢はまだ21歳、プロ入り4年目のね選手だったわけでね、ロッテとしてはですね、まあね、大きく期待というかね、まあ、先発でもね、リリーフでもね、いい形でね、育ってくれればいいんじゃないかなと思っていたんですがね、結果的にですね、9年間ロッテで活躍、主に中継ぎということでね、30試合、40試合をね、投げるピッチャーだったわけでございます。そして本日の主人公、桑田茂投手でございますが、1978年、こちらですね、例の江川の空白の1日とね、巨人がドラフトをボイコットとしてありますが、この年のね、ドラフト外でね、北陽高校から中日ドラゴンズへ入団するわけでございます。桑田投手、出身は大阪府東大阪市。高校はですね、先ほども申し上げましたように、北陽高校。ドラゴンズね、入団後はですね、4年間は2軍生活が続いたわけでね、プロ入り5年目。1983年に、ね、一軍デビューとなったわけでございます。そしてこちらの映像はね、1983年プロ入り5年目のピッチングの様子でございます。その年はですね、全てリリーフで23試合に登板、2勝4敗、防御率 4.82 のね成績を残してね、一軍へのね定着のねきっかけをつかんだ年となったわけなんですね。変化球がね別に投げられないわけじゃなくてね、何種類か変化球は持ってるんですけどね、この時はですね結構ねストレートでね勝負するっていう感じなんですよね。ややねサイド気味の3クォーターからね投げるねストレートの最速はですね143キロと言われておりました。なかなかねこれもズバッと内角詰めてますよね。翌84年はね飛躍がね期待されてね、先発も3試合あったわけなんですがね、14試合に登板してね0勝2敗1セーブ、防御率ね 7.31 とね、ちょっとね成績をね落としてしまうわけなんですよね。そしてね迎えました85年はですね18試合に登板、このうちね7試合が先発、2勝2敗、防御率 3.80 でね、またね持ち直して、当時はですね、よくね、中日戦のね、こう中継なんか見てくるとね、桑田投手がね、リリーフしたりね、まあ先発でもね、たまに投げてたりするのをね、見ていたね、記憶でね、あ、結構ね、たまに勢いのあるピッチャーだなっていうのをね、思っていたんですよ。そしてね、翌86年は25試合に登板、そのうちね、11試合が先発、2勝4敗、防御率 4.19 のね、成績を残されてね、6月9日の横浜大洋戦ではね、9回1失点でね、プロ入り初完投勝利も挙げてですね、まあ、86年の時点ですね、まだ26歳ということでね、先ほどの平沼投手も21歳じゃないですか。かなりね、ドラゴンズとしてはね、桑田投手、平沼投手ともにね、期待の若手だったのではないですかね。まあね、それぐらいのね、期待の若手をね、出さないとね、落合選手はね、トレードでね、獲得できなかったというわけなんですね。まあね、実績のありました牛島、上川両選手もですね、牛島投手は25歳、上川選手もね、まだ26歳とね、中日ドラゴンズはね、結構ね、若い選手をね、こう
出したというわけなんですよね。まあロッテとしてはね、三冠を落合を放出するわけですからね、まあ牛島投手などのね実績プラスね、この若さといったところをね、かなりね期待してのね4対1のね交換トレードにね最終的に決まったんじゃないのかなと思うんですよね。先ほどですね、私球団事務所にね電話したというねお話をしましたが、まあねこういうのなんですかね、経緯とかいうのを、ね、聞きたいのとね、プラスね講義の意味でね電話をさせていただいたんですけどもね、ずっとね話中なんですよ実は。だからねかなり多くの人が電話してるのかね、わざと出ないのか、それが定かでないんでね、まあねそういったところは聞くことはできなかったんですけどもね、今にして思えばねちょっとね熱くなったね懐かしい思い出でございます。これはですねレイジースミスをね見事ファーストフライ、ヤザンナイスキャッチでございます。なんかね、あのレジースミスってね、なんかね、ごついな、強打者やなって思いますよね。や先ほどね、ストレートでね、攻めてるというお話をさせていただきましたがね、変化球はですね、なんとね、シュート、カーブ、スライダー、シンカー、そして、ね、フォークボールとね、なんと5種類もね、投げ分けてるらしいんですよね。この映像ではね、なかなかね、まあ、正直な話、ストレートばっかりという感じがいたしますが、まあ、それでもね、ストレートにもね、やはりね、自信があったピッチャーだったんでしょうね。これなんか惜しいですよね。取ってくれよっていうようなね、顔してますよね。ここもやっぱストレート勝負ですよ。あらら、でも、レフト前にヒット打たれちゃってますね。平沼投手はですね、ロッテでね、9年間活躍してくれたんでね、桑田投手もね、やはりね、ロッテでね、花開いてね、活躍してくれるとね、思っておりましたのでね、それではね続きましてはねロッテ時代の、ね、お話をさせていただきたいと思います。ロッテでのね活躍をねご紹介したいところではあるんですけどもね、なんかねロッテでね登板機会の私もねあんまりねっていうかねほとんど見た記憶がないんです。というのもね移籍1年目のね87年はねなんとわずか1試合の登板、そしてね移籍2年目88年はねわずか5試合の登板なんですよね。そしてですね89年はね一軍登板なしということでね89年をもってね引退されてるんですよ。中日時代のねピッチングをテレビで見ておりましてねかなり期待していたんですけどもね、大きくね期待はね外すね結果となってしまったんですよね。なぜそうなったのかねちょっと調べたんですけども、怪我なのかなのかね、その辺がねちょっとねよくわからないんですよ。もしねご存知の方いらっしゃいましたらコメント欄でね書いていただけるとありがたく思いますね。桑田投手通算成績は86試合に登板、6勝12敗1セーブ防御率 4.56 の成績を残されております。まあ、トレードでね牛島投手はですね、まあ、3年間は活躍いたしました。上川選手もですね7年間でね、まあ、規定打席到達ということはなかった。そしてですね平沼投手はですね9年間活躍してですね、まあ、中継ぎということでね勝ち星は17勝というわけなんですけれどもね、まあ、桑田投手はねロッテではね勝つことができなかったということでね、まあ、数字だけを見ますとねこちらのね4対1の交換トレードはねなかなかロッテ的にはね若さに期待したところがねちょっとねうまくいかなかったということが言えるのではないでしょうか。本日は世紀のトレード4対1の中のお一方、サウスポー中日ドラゴンズ桑田茂投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では